こんにちは、カネコでございます。ということで現在朝の5時でございます。暗い港からということは今日は釣りでございます。もう今日風もなくて波もない最高の日です。で今日狙うターゲットがですね、ヒラメでございます。この寒い時期に獲れるヒラメを寒ビラメといってですね、肉厚で脂があって最高です。で今日はイワシの泳がせでヒラメ狙っていきます。ね、イワシの泳がせなんでヒラメ以外にもブリとかもかかるみたいなんで、ヒラメブリここら辺を今日は狙えたらなと思います。よし、じゃあ行きましょう。よし、今日はねご飯作ってきたんですよ。今日の朝飯はじゃん、サザエの炊き込みご飯とプチトマト、そしてこの中にはハマグリとワカメのお味噌汁が入ってます。あーこれいいわ、この寒空で飲むこの、ほらほらもう湯気わかります。この今朝作ってきたんですよ。出汁はもちろん出汁の地図でいきました。もうめちゃくちゃ簡単にできちゃうんだから。ほい、あ、具材が何も入らない。よいしょよいしょよいしょ。あ、わかめがちょっと入った。よし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 、これ最高じゃない。こんなサザエ入ってますよね。これをいただきます。これが幸せだわ。はい、では釣り場の方に到着しました。これ餌、これですよ。今日の餌はマイワシです。このマイワシを針につけて泳がせてヒラメ、そしてブリを狙っていきたいなと思います。じゃあまずイワシの針のつけ方ですね。針が2本あります。上側が親針、下が孫針。まず親針を持ってもらって、イワシ優しく握ってください。ギュッと握るとね、弱っちゃうんで、イワシの下顎から上顎に突き刺します。それからこの孫針、お腹、この腹びれのところ、もしくは背中でもいいです、背びれのところ。であとは、ね、おー綺麗に泳ぐ、元気にね泳げば。すごいすごい。よし、じゃあやってみます。水深が52メーターですね。釣れるかな。今日はこれ電動リールでいきます。今電動リールこんな感じなんですよ。バッテリーこれですよ。 50m の下から 2m ぐらい、ここにちゃんとねデジタルで映るんで、まあ、これでずっと待ちの釣りです。でまたかかったらお送りします。ひたすら待つだけ。ということで、うちのスタッフが釣りましたよ。ほら、丸々超えたブリ、寒ブリですね。これが冬のブリですよ。俺が釣ったわけじゃないけど、よくやった。よし、今日はブリでした。もう多分もうすぐ終わりなんでね、もうちょっとだけやって帰りたいと思います。で、諦めとったんですよ僕。諦めかけとったんで、とあるところに連絡をして魚をキープしてもらってるんで、そこにも行きましょう。悔しい。もう釣れるなら今日ここよ。もう残りあと20分。ドラマチックな展開求む。魚は確保できてるけど、どうせだったら1匹自分でも釣りたい。ここでヒラメバシッと釣ったらかっこいいんだけどな。うわー無理か。そう、昨日僕ワクワクしすぎて寝れなかったんですよ実は。なんでお弁当も作ってきちゃったぐらいなんですけど、気合い入れた日に限ってこう釣れないんだよな。これ本当に魚って多分お料理気まぐれで、ジグの方が食う日もあるし、餌の方が食う日もあるんですよ。今日なんかジグの日っぽいんだよな。でも今日ジギング持ってきてないんですよ。くそー、海の撮影は難しいですね。じゃあもう時間なんで帰りますか。よし、いますね。ありがとう。おはようございます。ちょっと、うわすげえ、すげえ、あーすごいだろ。これは厚みやばやばいよ。 5.2kg、 5.2、 これ最高のこの厚みよ。やばくない、まあ、これを今日釣りに行ったんですよ。釣れんかった。まあそうだろうね、うん、こんなんなかなか釣れんもん ね、 釣れるね。でも今のヒラメってもう最高なんですよ。うわーめちゃくちゃうまそう。うまそうしか出てこん。じゃあ俺金子釣れんと思ってら仕入れといたんだもの俺たち。そうです、前もってね、先回りしてて、先回り。いやでもこのヒラメはめっちゃいい。なかなか買えんよこれ。太いだろ。これも愛知県産で。もちろんもちろん。よし、じゃあ家帰ってこれをさばいていきたいと思います。それじゃあ帰宅、あれやって、新しいの欲しい。新しいのはないんで、すいません。ということでバイバイ。ただいまということで帰ってまいりました。じゃあまず今日釣れたものですね。じゃーん、ブリ、まあ、大体6キロから7キロぐらいのサイズだと思います。まだ釣りたて、
プリンプリンです。でこちら僕の友達が1匹マゴチも釣りました。で急遽仕入れました。こちらこの極太ヒラメ、このヒラメは最高のヒラメです。もうまさに寒ヒラメって感じ。この肉厚さ最高ですね。そしたらまだこちらプリップリなので3日4日ぐらい寝かしたいんですよ。なので内臓だけ外しちゃいます。こっちは今日は使いませんのでこちらの2匹さばいていきたいと思います。よし、じゃあまずお腹割ってエラ取っていきましょうか。いやーほんと渋かったな。さあお腹の中何が入ってるかな。このねベイトチェックがほんと好き。うわやっぱね今の時期一番いいわ。ほら脂バッチリですね。エラを外してよいしょ。はい、内臓を取りました。この内臓を取っとかないとここから傷んできちゃいますんでね。これが胃袋です。何か入ってますよ。胃袋の中何入っているのコーナー、なんか細長いですね。これはなんだろう。餌はマイワシを使ってましたけど、この子は一体海の中で何を食べていたんでしょうか。胃袋を見れば一発でわかります。あ、やっぱり船長の言った通り、こちらサッパが入ってましたね。ママカリです。これもね美味しいお魚ですよ。おお、これはすげえ、キス食べてた。へえ、すごいわ。キスとママカリが入ってましたね。なんでこのブリは底の方にいたやつですね。これ釣ったうちの従業員の子も本当に着底して50センチぐらいですぐ来たって言ってましたんで、底物系のブリでしたね。そしたらチワタを描いていきます。カキ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 と、こういういろんな器具を使ってチワタを描いていくと、家にあるものでうまいことこう取っていきましょう。バリ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 と、でブラシで仕上げると。エラも内臓も取れました。あとは寝かすだけ。よいしょ、次はヒラメちゃん。ヒラメなんですけど軽く血抜きだけしてもらいました。でまだ完璧に神経は抜けてないので神経抜いちゃいましょう。尻尾の方から神経入れていきます。神経の穴これですね。ここが神経の穴なんでここに入れます。で暴れるのでこの包丁をまな板の目とかに置いておくとめっちゃ危ないです。なんでちょっと遠ざけてで入れます。いきますよ。はい、神経に入りました。ここですね。ここにコツ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 こう入ってます。ほら色もさーっと。うわでも肉厚、本当にすごい。このヒラメ、これが釣りたかったな。まあでもここまで大きいのはね、なかなかピンポイントで狙うのは難しいです。はい、じゃあ神経が抜けました。この神経抜きするとこの寝かした時の持ちが全然違います。ちょっとぬめりを外してエラ外しまして、はい、エラですね。そしたら内臓を取っていきます。お腹に包丁を入れて、ここですね、ヒラメのお腹はここです。この中に、おいい肝が入ってますね。これ皮揚げの肝みで、ほらすごい、この肝ブリンブリン、うまそうな肝ですね。これもいただきましょう。肝も2日ぐらいだったら耐えれますんで。こんなに大きい肝が取れました。お、これもベイト入ってますね。胃袋の中何入ってるのシリーズヒラメバージョン、なんか細長いですね。あ、あらららら、これ何、これ何でしょう。わかんねえな。イワシ系ではないですね、これ。これわかる方います？この状態で。カサゴとかハタ系なのかな、この身質は。白身ですね。ちょっとわかりませんね。これ皆さん何だと思いますか？わかる方コメント欄で教えてください。で、ここに光り物入ってますね。これはカタクチかな？あ、これ、さっきの一緒だ。あ、アジか。これはアジですね。税後があるんで。さっきのもアジかな？いや、でもちょっとさっきのと違う気がする。これは間違いなくアジですね。で、卵ですね。まだ産卵前の未熟卵ですね。この未熟卵だから卵に栄養がいってないから身にパンパンに栄養がいくんです。で、この血綿がありますんでここ破いて手で取っちゃう。これですね。で、こすると。で、寝かす場合は内臓という内臓も取っちゃった方がいいので、この卵も取っちゃいます。ほら、まだ卵ね、全然ちっちゃいです。この魚体に対してまだここまでです。まだ全然未熟なんですね。これ最高のヒラメ。もうさすが金大さんだな。いいヒラメあってよかった。これ本当はね、市場には今日なかったんですけど、金大さんのネットワークで探してくれたみたいです。
や本当にありがて、俺は人に恵まれてます。じゃあこちら3日ぐらい寝かしたいと思います。それじゃあ3日後に移動。というわけで3日経過しましたと。うわーめっちゃいい感じになってる。もう楽しみすぎる。これがヒラメですかね。でこれがヒラメの肝、そしてこれがブリ。ブリというかこのサイズはギリハマチっすかね。うちの従業員の方が釣ってくれたやつ。やっぱりね、釣りは頭数が多いと確率が上がる。特に今日の泳がせ釣りなんてもう町の釣りなんで、人数はたくさん呼ぶべきですね。じゃあまずはハマチの方から、まあブリと呼びますね、今日は。ハマチサイズなんですけども。おー、いい感じですね。目もまだ綺麗ですよ。まあ、これはうまいわ。これですよ。こうやって泳いでたんですよね。どれだ、匂いは。全然臭くない。まだ新しい魚の匂いがしますね。やっぱ氷でね、寝かすと全然違う。マジで傷まない。上手に熟成されますね。冷蔵庫だとね、なんかムラがあるんですよね。なんでやっぱり熟成は冷やし込みが一番いいですね。ヒラメちゃん。奇跡的に変えたヒラメ。さあ、どうでしょうか。うわ、ヒラメのいい匂いがしてきた。でっか。改めて見るとすげえな、これ。はい。こんな感じですね。ヒラメもいい感じですね。これがヒラメの肝。肝も3日しか経過してないんで、まあおそらく刺身でいけるような鮮度に仕上がってると思いますよ。あ、まだ全然いけますね。めちゃくちゃ新しいです。匂いも来てない。バッチリですね。ちょっと蒸しても美味しいかな。蒸そうかな今日これ。生でもいけそうだけど。蒸しますね、一応これは。そしたら今日はこちらの寒ブリと寒ビラメを使ってお刺身を作っていきたいなと思います。お刺身です。もう今日はいらんことしません。でお寿司にするんだったらもう少し寝かした方が美味しいのかなと思いますんでね。でもお刺身だったら僕はこのぐらいの鮮度が好きなので、今日はお刺身でいただきたいなと思います。よし、じゃあまずどうしよう、ブリからさばきますか。ではまずブリはすき引きしてみますか。うまくできるかわかんないけど、あ、いけそういけそう。でも天然はやっぱむずいっすね。ほら鱗がすごく薄いのわかりますかね。めっちゃむずいんですよね。まあ、でもむずいけどやっていかないと終わりませんのでね。はい、こんな感じで取れました。すき引きは途中でやめました。なぜならワイヤーブラシの方がすごく綺麗に取れるから。このぐらいのハマチはね、皆さんワイヤーブラシでやってください。めちゃくちゃ綺麗に鱗取れます。鱗かきじゃなくてワイヤーブラシ。そしたら下ろしていきます。まずは下に1本。うわ、まだ身がすごくカッチカチですね。これでやっぱお寿司だったらこれもうあと2日3日寝かしてもいい感じですね。でお刺身だったら今日うまいだろうな。ここら辺で1本入れて、うわすごくいいな。これ愛知県のブリとかハマチってあんまり脂のないっていうイメージがすごいんですよ。特にジギングで釣れるブリって。でも今回いいぞ。今年いいのかな。いきますよ、せーの、はいはい。ほら、よくないですか。ハマチなのに、まあでも映像越しだと分かりにくいな。これここら辺とかすごくね、いい色してるんですよ。こっち側も下ろしちゃいますか。まあ頭取っちゃいますね。下に1本で、こっち側向けて背中の方から1本で、こうやって骨を見ながら包丁を入れていくと、こうやって骨を感じながら、この音です。いい音ですね。で、いきます。皆さんが好きなシーン、せーの、はい、こんな感じで、こちら側は僕の釣った従業員の方が持っていきますので、腹骨まで吸い取って。あ、それおかしいな、おかしいな。僕が釣った従業員の子っていうのは何でしょうか。すいません。難しいの？あの、さばきながら喋るってむずいの？まあそういうことです。なので、腹をすきます。うわ、でもお腹すごい脂あるわ。美味しそう、美味しそう。はい、お決まりのこちら、いましたね。ここブリ線虫がいました。珍しいな、こんなとこに入ってるの。だいたい尻尾の方に入ってることが多いんですけどね、まあ、たまにいますよね。
このミミズみたいなやつね。これはアニサキスと違って食べても体には害ないんですけど、まあ気持ち悪いですよね。たまに海鮮屋さんでブリのお刺身とか頼むと、あのそのまま入っちゃってることがありますよね。僕もね何回か経験ありますけど、お店の人にそーっと教えてくださいね。すいません、これちょっと変えてもらっていいですかって言ったら変えてくれると思いますんで、これブリセンチューですよねって言って、でブリセンチューはこういうね血合いのそばにいることが多いです。こういうところ血の毛が多ければ多いところにいますね。尻尾側のこの血合いのところに多いです。お腹の脂がバッチバチに乗ったところとか、こう背中のこういうカチカチのここには入ってませんね。見たことないな、こことかここにガツッと入ってるので、こっち側も腹を空いていきます。はい、こんな感じにおろし終わりました。この状態で鮮度いいの分かりますよね。こう持ってまだこうピンと立ちますからね。角立ちもいいし、うまそうだな。じゃあこれは一度冷蔵庫入れておきます。よいしょ、次はヒラメですね。でヒラメさばく前にこちらの肝ですね。肝は一度蒸して火を通したら裏ごして肝ポン酢と肝醤油を作って、それでお刺身食べていきたいなと。もう最高の贅沢じゃないですか。内臓系も冷やし込めば3日経ってもこんなに新しいんですね。これあん肝みたいな話で、ここに裏に血管がついてますんで、この血管を取りたいんですよね。裏ごししちゃうんである程度残っとっても関係ないんですけどね、血を取りたいんです、この中の。これはね生臭みの原因なんで、ここだけ傷をつけて血が抜けるようにして、でこの薄皮は取っちゃいますか。取れる薄皮は取っちゃいます。ピロピロピロっと、で一度洗います。こんなに大きいキラメの紐、こんなに大きいキラメ、こんなに大きいキラメの、こんなに大きいキラ…おい、何？やばとか言わないでよ。今日ダメだね、もう。ごめんなさいね、皆さん、本当に。伝えたいことは分かってください。こんなに大きいヒラメの肝、初めて見ました。今日半分使いますか？こんなにたくさん使わないので。綺麗な断面ですね。で、この半分は友達にあげます。ここに日本酒を少し、で水も少し、でちょっと置いときます。そしたらヒラメすき引きしていきます。はい、表面できました。そしたら次は裏ですね。裏も真っ白で何もないように見えますけど、鱗がびっちりついております。なので裏側もしっかり取っていきますね。そしたら頭を落としていきます。はい、頭。これはこれでいい出汁が出ますんでね。従業員のこのまかないとかに使いたいと思います。セカンドチャンネルで新しい企画、まかないシリーズっていうのも始まりましたんでね。まあ、月に1回ぐらい上がると思いますんで、気まぐれクックの従業員の子がどんなまかないを食べてるかっていう、結構面白い動画になってますんで、ぜひ見てください。ほぼ海鮮しか出ないですけどね。そしたらじゃあ、さばいていきましょうか。で、ヒラメって、まあ、一般的に言われてるのは、こっちの黒っぽい方が身が厚いって言われてます。で、裏側の白い方が油があるって言われてますね。まあ、でもね、もうこのクラスはどっちも油あると思いますけどね。じゃあまず上の方から下ろしていきますね。真ん中に1本。こうですね、ここに真ん中1本入りました。で、これで背骨の山頂に骨が入った感じですね。そこから徐々に包丁を入れてさばいていきます。で、尻尾はね、僕 V の字に入れるのが好きです。そしたら、じゃあ徐々に下ろしていきますね。尻尾の方からこうやって、こうやって下ろしていくと、うまくいく気がする。でもね、この一発目が難しいんですよね。僕、ヒラメさばくのめちゃくちゃ苦手なんですよ。実は。まあでも今回、魚体が大きいんで、比較的楽。逆にちっちゃいヒラメの方がね、難しいんですよ。骨も柔らかいしね。こんな感じ。いい身してますね。もう最高の仕上がり。めっちゃうまそう。
そしたら次こちら側ですね。油がすごいんでね、一回一回拭かないとこれは包丁が入りませんね。いきます。うわ気持ちいい。油がすごいから動かしにくいですね。こんな感じですね。こうやって骨の跡がちゃんとこうやってくっきりと身についてたら上手におろせたよってことですね。はい、片身おろし終わりました。ではもう片身もおろしちゃいますね。まずはここ真ん中に線がありますんで、ここに1本入れていきます。めっちゃごめんなさい、集中しまくってるんで無言になっちゃう。絶対失敗したくないんですよ、もうこの手の魚は。骨を感じてしっかりと確実に入れていく。でここ縁側ですね、ヒラメの縁側、ここ縁側をしっかり残す。これが残んないと台無しですから。ヒラメはどこ食べるって言ったらやっぱりね、縁側ですよ。はい、白い方の背中。はい、あとここだけですね。さあ、うまくいくかな。よし、来た。これやっぱね、包丁はしなりがある、こういうこの包丁を使った方がいいわ。こういう包丁、ある程度しなる包丁を使った方がヒラメはおろしやすい。めっちゃ綺麗におろせたな今回。こんな感じ。はい、こんな感じでおろし終わりました。ヒラメはぶどまりがすごくいい魚ですね。ものすごい重たい、ほとんど身ですわ。頭と骨なんて軽いもんですわ。じゃあヒラメはこの白い方のおぶしを使っていきます。では肝蒸していきます。お酒ちょこっと入れて、お水で、ここに先ほどお酒と水につけて臭みを抜いておいた肝を敷くと。で、柚子も少し乗せておきます。で、これで蒸していきます。はい、では蒸し上がりました。これは一度冷蔵庫で冷やしておきます。では皮を引いて柵取りしていきます。よし、では皮引いていきます。まずはブリから、尻尾から入れて、はい、ブリ。そしたらヒラメですね。で、ごまおろししても、こうどうしてもね、骨ついちゃうときあるんで、ここで取ると。で、縁側とかに骨がついてたら、この状態で外します。で、今回ヒラメが大きいので、この状態で縁側だけ外しちゃいます。皮ついた状態で縁側を外すと。で、縁側の皮を剥いでいきます。縁側はめちゃくちゃ皮引きやすいです。油がすごいですからね。ちょっと切れちゃった。はい、こんな感じ。うまそう。はい、そしたら身ですね。身も尻尾から入れて、僕は内引き派なので内側に引いていきます。うわ、引きやす。はい、綺麗ですね。ちょっとこの縁側の延長線が残っちゃいましたね。縁側の延長線が残ったらここで外すと。これも縁側ですね。そしたら今日はこちらの大皿にわーっと盛り付けていきます。豪快にね。では切っていきます。まずはヒラメからいきます。少し薄めに切っていきます。このぐらい薄作り、このぐらいですね。スーッとよく切れる包丁で薄切り。そしたらお皿に盛り付けていきます。ちょっと引っ張って横に流した盛り付けでいきます。はい、1周目。もう1周ヒラメいきますか。あとこんだけありますんでね。
あえて幅は広めに切っております。多分もう一周ぐらいいけると思うんだけどな。いや、ちょっといけないか。今いけなかったらもう片身追加しましょうか。うわー、足りなかったな。ちょっとだけ、こんだけ足りませんでしたね。追加。ちょっとこれブリが乗らないんでヒラメだけにします。なんか楽しくなってきちゃった。うわー、もうちょっとこれ寄せてもよかったな。3段目。はい、こんな感じですね。じゃあ真ん中空いてますんで、ここに縁側行きますか。大葉これ使いたいですけど、これ根っこ出てきたんですよ。すごないですかこれ。これ育ててみようかなと思うんですけど、どういう風にこれ育つんですかね。お前まだ行きたいのか。こっちから使いましょう。そしたら縁側ですね。縁側どう切ろうかな。こんだけ大きいと縁側もこうやって切りたいですよね。こういう感じでね。はい、これで寒ビラメの薄作りの完成。そしたらこの蒸し上がったヒラメの肝、柚子を外して裏ごししていきます。うわ、いい匂い。はい、ここに、いや俺醤油かポン酢どうしような。とりあえず肝醤油にしますか。ちょっとこれ残しといて、たまり醤油、ちょっと濃いめの醤油でいきます。うわー、うまそう。もうちょっと醤油欲しいな。わー、いい感じですね。はい、ヒラメの肝醤油の完成。次はブリ。ブリも同じように切っていきます。わ、ここら辺めっちゃいいわ。ほら、ちょっと今回は全部薄切りでいきますね。身がね、割としっかりしてますんで。あとこんだけだ。ちょうどじゃないですか。ちょうどなんだけど、最悪なことにここにブリセンチュウが出てきた。これ厄介だな。ほら、あとこんだけなんで、極薄に切ってお花作っていきましょうか。3枚4枚、5枚花でいけるかな。5枚で巻いていく。よし、真ん中に穴開けてお花。よし、いいのにできた。めっちゃ上手。はい、こちらブリのお刺身、しゃぶしゃぶにしてもいいよセットの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。できました。まずこちら、あの大きな寒ビラメ。
薄く切ってみました。ヒラメの薄作りですね。今日は縁側も大きかったのでぶつ切りではなくスライスしました。で次こちらブリですね。この身質見てください。これ血合いも真っ赤でくすみが一つもない。でちょうどいい刺し、もう本当にこってこてじゃないね。この油 75% って感じの身がいいね。よし食べていくんですが、しゃぶしゃぶもやりたいんでお鍋をセット。だしはもちろんこちらだしの地図で取りました。じゃあまずはヒラメの方からいただきます。じゃあこの真ん中2枚ほどいただきますか。じゃあまずはシンプルにポン酢でいただきます。いただきます。うんまっ、やっばこのヒラメめちゃくちゃうまいんだけど、これ脂が甘い、この薄さが正解ですわ。ポン酢と相性抜群。うんまっ、寝かし加減完璧、本で鮮度も残しつつすごくもっちりとしてますわ。うまい。縁側いきますね。縁側ポン酢につけていただきます。縁側やばい。こればっかりは洋食とは違うな、レベルが違うな。めちゃくちゃ脂が綺麗なんですよ。目を閉じて食べると澄み切った清流が思い浮かぶ、そんな脂、海で取れたはずなのにすごく透き通ってる。この油ですからね、このツヤツヤの。ちょっとヒラメもしゃぶしゃぶにしてみよう、せっかくなんで。しゃぶ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 と、はい、こんな感じでポン酢にチャポン。いただきます。うまっ。違う顔を見せてくれますね。ホックホク。まあでも刺身がうまいな。次もうお楽しみの肝醤油でいきましょう。とろっとろの肝醤油、柚子の香りも添えていただきます。うまっ。でもこれ肝の香りが結構あるな。割と好き好きが分かれるタイプの肝醤油ですね。うん、僕はめっちゃ好きです。お次ブリいきましょうか。じゃあまずブリも普通にいただきます。まずはポン酢でいきますね。ポン酢でいただきます。うん、これはだいぶさっぱりだな。あーうまいな。でもなんか地元の魚だからなんか体によく馴染みますね。富山の方とか北海道のブリばっかり僕動画で使ってるんで、あんまり地元のブリ食べないんですけど、なんか体がね喜んでる気がします。これもいいんだよって体が言ってますね。まあ、結構さっぱりしてます。何枚でもいける、そんなブリですね。これをしゃぶ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 と、でポン酢にくぐらして、うん、うまっ。これはうまい。ブリしゃぶです、正解は。熱するとブリ特有の香りも軽減されて甘みが増しますね。そしてこんなブリのしゃぶしゃぶときましたら、こちらジェン、ギノのやつ、これでしょう。もうこれでいくしかないでしょう。今日はロング缶ですよ。今日は飲むよ。はい、こちら7対3いただきます。うめー、幸せすぎる。あ、もうほんとしゃぶしゃぶとビール最高に合うわ。ちょっと後でお野菜切って、お野菜も一緒にしゃぶしゃぶしようっと。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は釣りに行って釣れたブリと、そして買った缶ビラメを使ってお刺身作ってみましたけども、めちゃくちゃうまかったですね。特にあの缶ビラメ、あれはもう絶品ですね。あれはちょっと最高。こういう風に作撮りして、真空パックにしましたんで、いろんな人に配ったりして、あとはこれを自分家で昆布締めにして、ちょっと握りでも食べたいなと思います。いやーでも本当は釣りたかったんですよ。本当はね。あのヒラメもね、同じ海域で取れたやつなんで、あのクオリティが海の底にいるんですよ。今日は釣れんかったなー。悔しいです。悔しい。釣りってそういうもんなんでね。ほんでやっぱね、ジグの方が食ったんですって。今回は餌じゃなくてジグが正解だったみたい。まあそういう日もありますよね。釣りって難しいけど楽しいですね。はい。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。